日本における精神保険は厚生労働省が所管しており根拠法として精神保険福祉法が存在する。OECD は日本の精神医療制度は OECD 諸国の中で精神病床の多さと自殺率の高さなど悪い意味で突出している日本の精神医療には緊急の行動を要する課題があると報告している。しかし日本の精神医療は 近年明らかに改善の努力が行われているとも OECD は評価している。また日本は OECD 諸国の中で最も少子高齢化が進んでおり、世界のどの国も経験したことのない速度で人口高齢化が進行しているため、それに伴う認知症への政策対応が急務であると OECD は勧告している。OECD 各国の人口10万あたり精神。 保健従事者数。青は総合診療医、赤は精神科医、緑は臨床心理士、代々は精神保健福祉士。都道府県は精神保健福祉法に基づき、精神保健福祉センター、精神医療審査会を設置する、また精神科病院を設置しなければならない。またナショナルセンターとして、独立行政法人国立精神。 神経医療研究センターが存在する。厚生労働大臣は申請に基づいて維持交金の権限を持つ精神保健指定医を指定することができる。都道府県及び保健所設置士は精神保健についての相談指導等を行わなければならず配置資格として精神保健福祉士が存在する。また、精神障害についての正しい知識の普及のための 広報活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と、社会経済活動への参加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。精神保健福祉法を根拠とし、非受発入院の制度を持ち、インフォームドコンセントが成立しない場合は、資格を取得した精神保健指定医によって介入が可能である。 精神疾患の可能性のあるものを見かけたならば、誰でも保健所を通して指定医診察、保護を申請することができる。また、警察官は、精神障害のために自身を傷つけ、または他人に害を及ぼす恐れがあると認められるものを、発見したときは、とりあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において保護すると同時に、直ちにその旨を、 最寄りの保健所長を経て、都道府県知事に通報しなければならない。しかし、独居であり、訪問や受診をカくなに拒否している事例など、保健所では介入困難な事例も多く存在している。2004年の神経、精神疾患における人口10万あたり、障害調整生命年日本における、精神疾患の患者数で、 通院患者において2011年において多いものは、うつ病と統合失調症である。近年の外来において著しい増加が見られるのは、うつ病と認知症である。ただし認知症の数自体は他と比較して多くはない。1996年の約218万人から2008年の約323万人へと約48%増加した。 2014年の10万人あたりの自殺率は20.9人であった。2000年から2013年の間に6.3%減少したが、しかし OECD 平均と比べ高い状況にあるため、未だ要注意国であると OECD は指摘している。日本の高度救命救急センター搬送の自殺未遂者においてその80%以上について、 DSM-4 基準に基づく精神疾患が認められている。精神衛生法では児童青年を対象にした規定は存在していない。ある研究では引きこもりを理由として精神保健福祉センターにカウンセリングに訪れた16から35歳のうちその80%は精神疾患が診断され、その33%は 統合失調症もしくは気分障害、32%は一般的発達障害もしくは精神治体、34%はパーソナリティ障害もしくは適応障害であった。厚労省は引きこもり地域支援センターを都道府県及び主要都市への設置を進めている。精神疾患の初回発症は10代から20代前半に集中し、 精神保険的介入が最も必要な若者層が最も支援を求めたがらないとされている。また、低年齢群ほど自らの精神障害を認識しにくい。若者のみならず、その周辺の支援者、さらにはコミュニティ全体のメンタルヘルスリテラシーを高める啓発活動が重要となる。このため、諸外国では、ノルウェーやオーストラリアなどで若者を中心とした、 啓発活動を行い、症状の早期発見と悪化の解消に努めている。日本の人口ピラミッド日本の人口高齢化は G7 各国で最速のペースであり、2050年の日本は80歳以上人口が16.5%を占めると予想されている。一方で、欧州の統計では80歳以上人口の2人に1人は認知症を罹患していたため、 認知症への政策策定が急務であると OECD は報告している。2010年には日本での認知症患者数は約462万人、その前段階の軽度認知障害は約400万人と推定された。厚労省は2012年に認知症施策推進後可燃計画を策定し、社会的入院からの脱施設化を行い、コミュニティ支援施策などを進めようとしている。 2014年では認知症患者数は約500万人、社会的費用は14.5兆円と国民医療費全体の3分の1を占めていると推計された。また2035年には22.9兆円に膨らむ見込み。経済協力開発機構は日本の精神保険を高い自殺率、精神科病院の病床型、 長期入院日数といった問題に特徴を付けられると報告書にまとめた。OECD の多くにおいては、メンタルヘルス問題の最初の受診先は、プライマリケアであり、また、軽中程度の疾患については、治療や心理療法もプライマリケアが行っているが、日本においては、プライマリケアや、総合診療医は発展途上である。厚生労働省は、G、P ネットとして、 クライマリケアイと精神科医の連携を進める政策をとっている。各国の人口1000人あたりベンゾジアゼピン系催眠、鎮静剤消費量。鎮静催眠剤はこのような傾向であり、抗不安薬ではそうではない。心理療法を提供する臨床心理士は外国では法定資格であるが、日本では民間資格である。2004年度からの厚労科研の研究では、 医療現場での精神療法の現状について十分に行われていると答えた医療機関は約5%で若干できている場合でも25%弱に過ぎない。さらに数の面でも心理療法を提供できる心理医師は人口10万あたり5人しかいない。2010年には厚生労働大臣がうつ病などに対する薬付け医療に言及し自殺。 うつ病対策プロジェクトチームにて大量処方と過量服薬の防止について検討していることに言及した。これは薬剤師を活用するなどの閣議決定も虚しく税制されることはなく2014年には上限数を超える処方箋医薬品を処方箋に書いた場合処方医師の診療報酬を減額することが決まった。この規制は2016年度の改定において 三種類以上へと強化された。2014年の OECD による日本の医療の質レビューでは、日本は専門家及び地域社会双方による精神保健医療福祉サービスにおいて不適切な薬剤使用を削減し、診療報酬を通じて代替的治療法が適切に評価されるようにするために一層の努力が必要であると勧告されている。 そのため OECD は日本に対し、軽中程度の患者に対しては、心理療法を中心とした治療を提供できるよう、根拠に基づいた治療プログラムの整備を進めるよう勧告し、その参考例として、イギリスの心理療法アクセス改善プログラムを挙げている。OECD は、うつ病や不安障害については、会話療法は薬物療法と同じぐらい効果があり、 また患者にも好まれるため、治療の第一選択肢は、書籍ベースのセルフヘルプ、またはコンピュータによるセルフヘルプを提案している。さらに他国に比べ無き精神薬の処方量が高いことが懸念され、より少量へとコントロールする方向での制度改定が進みつつある点も記載されている。2015年9月、国会で公認心理士法案が成立し、 公認心理士が資格化された。OECD 諸国の人口あたり、別途数日本の精神福祉の状況は、依然として患者に対する人権蹂躙が存続しており、かつては1983年の宇都宮病院事件では、市の隣地で有名となったが、事件以降も5年間で23件の問題事件が確認されており、 2001年でも朝倉病院事件、美能が丘病院事件などで人権侵害、不当入院措置、診療報酬不正請求が明らかとなっている。2013年に国際連合人権理事会は日本に対し、精神障害者の非常に大勢が、自らの意思に反して、長期間にわたって社会的入院されていることや、身体拘束と隔離が過剰に用いられていることを、 警告し、日本はすべての精神科病院を訪問監査する独立組織を立ち上げること、また外来ケアとコミュニティケアを充実させ、入院患者数を削減するよう勧告している。日本の精神科病院では、2014年6月30日時点で身体拘束を受けている入院患者は1682人に上り、 2013年の1229人を453人上回り、隔離患者数も2013年の9883人から211人増えて2014年には1094人に上っており2003年の5109人から10年間で倍増している。精神保健福祉法では任意入院者については 本人から退院の申し出があった場合、院長はそのものを退院させなければならない。これを拒否できるのは自殺意図、自傷行為、対人関係トラブルにより、解放処遇の継続が適当でない場合のみであるが、医療保護入院が乱用されている。一方で、介護保険では、厚生労働省は、身体拘束ゼロを目指しており、介護保険法介護保険指定基準にて切迫性、肥大体制、 一時性のすべてを満たす場合を除いて、身体拘束を行ってはならないと規定しており、身体拘束への障壁が高い。OECD 各国の平均精神、病院入院日数。日本の精神保険は他国に比べ、脱施設化が遅れていると OECD は報告しており、社会的入院という問題を抱えている。全世界の精神科病床数200万床のうち、 日本は35万床と世界の6分の1を保有し、日本だけ精神障害が流行しているということもないため、国際的に批判の的となっている。さらに平均入院日数は、日本では298日であり、OECD 平均の36日からは大きく、かけ離れている。日本では入院するような病気を抱えていないままに、病院から地域に出られない人々が、 体制存在するということである。引き取る親族がいないため40年もの間入院し、東日本大震災の福島第一原子力発電所事故で病院の被災と避難を契機にようやく退院し、地域移行できたという男性もいる。2002年にもこれを10年をかけて半減しようとしたが、病床を開けることができても病院側の収入が減ってしまい。 新たな病人で入院ベッドを埋めてしまったため、解消を達成できず、2014年には精神科病棟の一部を居住施設へと転換するという構想が持ち上がったため、精神障害者や障害者支援団体から新たな患者の囲い込みであるとの批判を受けている。バザーアリア法によって脱施設化で改革されたイタリアなどと異なり、日本の精神改良は民間中心で、 精神病床の9割が民間病院にある。このため病院経営や雇用維持を考え患者の退院や病床削減に消極的になるとの指摘がある。そもそも1958年に厚生省は精神科病院を作りやすいように医療法の精神科特例を発出し医療金融公庫,庫の精神病床有識準枠を年間1万5000床に広げ 民間による精神病床の大増床を進めてきたため民間参入が進んだ経緯がある。厚生労働省の2004年の目標では精神科病床数を2014年までに7万床削減するとしたがその目標は達成できなかった。OECD は各国に対し診療報酬の日数払い制度は医療機関の過剰診療を招くため 日数制限や DPC による包括払い制度の導入など支払い制度の改革が必要だと勧告している。厚生労働省は2014年の診療報酬改定、アウトリーチ支援、精神障害者地域移行、地域定着支援事業などで社会的入院から地域支援への移行を促進しようとしている。生活保護の一つである。 医療扶助は生活保護費の半分を占め、うち以下の入院医療費が全体の55.7%と大きく、医療扶助による入院患者は1ヶ月平均の42.9%が精神障害であり、多数となっている。人数では7.1%入院患者に医療扶助費全体の55%余りが使われている。日本は世界でも突出して、 精神科のベッド数、入院患者数が多い国であり、長期入院が生活保護費を上昇させている。厚生労働省の精神保健福祉資料は、都道府県が毎年6月30日に集計し厚労省に報告各都道府県が情報公開していたが、平成30年度より個人情報保護を理由に非開示とされるケースが続出している。市民団体、 精神科医療の身体拘束を考える会では、従来は開示され、患者が病院を選ぶ判断材料としてきたと批判している。精神病床がある日本の病院で50年以上入院する精神疾患の患者数が2017年6月30日時点で少なくとも1773人に達していると毎日新聞が報道したことが影響している可能性があると、 示唆されている630調査について、厚生労働省は2018年7月、都道府県への協力依頼文書に、個々の調査票の内容の公表は予定しておらず、その集計結果のみを公表する予定、その旨を明示した上で協力を求めることなどの文言を入れたと報道されている。日本法上の精神障害者の定義は、下記の通りである。精神保健福祉法では、 精神障害を統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患と定義する。しかし、典型的な精神疾患である気分障害やいわゆる神経症性障害を例示することなく、その他の精神疾患に一括りする一方で、先天性、または乳幼児期、 青年起礎期からの障害または通常からの偏りから生じ、通常の精神疾患とは別個に取り扱われる精神地帯や精神病室が治療と社会復帰を目的とする精神保健福祉法に例示されていることについてはバランスを確とする批判もあるが法改正の必要性の有無などについて議論が深まってはいない。自立支援医療の受給者証と 自己負担上限額管理表の例障害者自立支援法による自立支援医療が存在する。これは診察料、薬代といった精神疾患の治療に対する通院医療費負担、社会復帰支援事業の施設利用料の一部公的負担が適用となる。医療費全体の原則10%負担で患者の世帯収入に応じた応益負担である。 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についてによると、概ね下記の通りである。精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について2006年4月より、精神障害者保健福祉手帳の所持者に限り、障害者の雇用の促進等に関する法律による法定雇用率の算定に加えることができるようになった。 障害の程度など条件によっては障害年金の受給ができる。障害年金には国民年金法に基づく障害基礎年金と厚生年金保険法に基づく障害厚生年金がある。認定基準上での精神障害は統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、障害、症状性を含む基質性精神障害、転換。 知的障害に区分されている。パーソナリティ障害は原則認定の対象外で、神経症については原則として認定の対象とならないが、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症、または総鬱病に準じて取り扱うことになっている。江戸時代以前には、精神的な不調は、家事疑等や漢方によって治療された。 古代律令制度では、天教は制度上保護されていた。精神疾患を病気として解釈して治療を行っていた。治療施設としては主に仏教寺院がその役割を担い、現在の入院施設にあたるものであった。京都府京都市左京区岩倉倉町の大雲寺が有名である。寺院による治療施設には、密教系と浄土新宗系、日蓮宗系に分かれる。 密教系は、水行療法など、浄土新臭系では、漢方薬と、旧、日練臭系は、賛同による度胸が行われた。江戸時代末期には、江戸小松川教室治療所、大阪石丸天教院などの精神、疾患専門施設が設置された。治療方法は、漢方薬による薬物療法も行われてはいたが、ほとんどは、水行療法、家事祈祷であった。 江戸時代中期の医師である、香川修徳によると、当時の精神疾患は、驚き、痙攣を主な症状とする小児の疾患、点、大きな発作を伴う転換驚き点、神経障害の疾患、強、統合失調症。さらに、重教と強子教の二つに分類され、前者は墓型統合失調症、後者は緊張型統合失調症にそれぞれ相当する。 私的障害払拭、接触障害に分類されていた。東京府立時代の松沢病院、明治政府が本格的に衛生行政に着手したのは1873年で、この年に文部省に医務局が設置された。翌1874年、文部省が東京府、京都府、大阪府に耐震性を発布し、県教員の設立を規定した。全国に、 いくつか治療所が存在した。1875年には、日本初の公立精神科病院、京都不良病院付属店教員が、京都府京都市左京区の臨在州南禅寺派の人員、南禅寺境内に設立されている。1878年、日本初の私立精神科病院、加藤風天病院が認可される。他にも後に、 岩倉病院となった京都岩倉の岩倉大雲寺や、後に小松沢天教院となった東京小松沢の小松沢教室治療所などいくつかが点在していた。戦前の人権的、医学的に不当な天教院の実態については、近代庶民生活史二重病気、衛生に詳しい。東京賀も病院動く患者手記、読売新聞連載人類最大暗黒会。 空天病院、東京都菅も病院に対する東京府内くん、戦前の精神科病院の死亡率などが記述されている。なお、戦前の民間療法、支度管理なども書かれている。悲惨な収容小屋や,や荷車にくくりつけられ輸送される患者などの写真もある。東京都、松沢病院の昭和20年の年間在籍患者の死亡率は40.9%に達した。 1879年には、旧中村藩のお家騒動、相馬事件が起こる。精神病患者への処遇や、新興新聞によるセンセーショナルな報道の是非をめぐり、世間へ大きな影響を与えた。これをきっかけに1900年に、精神病者看護法が制定され、無許可感知を禁じた。当時精神科は2000床しかなかったため、精神に著しい問題が見られるものは、 座敷牢という個人の自宅内に設置した牢屋に入り換した。1919年には精神病院法が制定された。1950年にアメリカが州国カリフォルニア州に習った精神衛生法が施行され、これにより支度管地から精神病院への移行を図ることとなった。都道府県には精神病院の設置が義務付けられたが、その履行は難しかったため、 国は通知に適正を緩和し、1960年に政府全学出資によって設立された医療金融広校を活用して私立精神病院の大増設を行った。1950年になると精神衛生法が制定され、1984年には改正され、精神保健法となった。1995年に再び改正され、 精神保険及び精神障害者福祉に関する法律となった。しかし1970年代からは、米国やイタリアにおいては、脱施設間の流れを受け、精神病床数は減少していったが、一方で、日本では1990年代に入るまで増加する一方であった。2013年には、精神保険福祉法の改正により、 家族などの保護責務規定が削除され、また厚生労働大臣は、精神改良の指針を示す責務を持つこととなった。国際機関政府資料その他、ありがとうございます。